ランスがちょっと、ああの、こう調整してあげると全然つくなりがないです。おすごい、基本広告多め。こんにちは、松尾です。どうも、ひろちゃんです。ハマー世代のイチローです。よろしくお願いします。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 あ、4人目プラちゃんです。今日はプラちゃんです。どこがどうある、どこがどうある。あー、なるほど。なるほど、なるなるほどで全体的になんかバランスがちょっと悪いので、あ、そう、そこを見ていただきたいなと思います。自覚症状ないよね、なんか、そうなんですよ。なんか悪いんだろうなみたいなね。長く寝るよね、そしてね。長いですね。長く寝るのに疲れが取れないパターンね。そうなんですよ。そう、なんか関節がなんか曲がってないというか、カクカクしてる、なんか動きがカクカクしてる。いや、それはもともとじゃない。そうなんですか。そうそう、全部滑らかじゃない。伸ばしてるだけじゃなくて、関節がバカなのかなとか言ってるわけじゃない。曲がるよね。曲がるよね。いや、曲がるよ。いや、なんか癖の問題。そうそう、それは違うんじゃない。それは無理やり持っていきすぎやろ、それは。もしかしたらなんかあるかもしれないですね、そういうのも。なんでちょっと見てくれ。わかりました。まあ、ちょっとこう軸のバランスをちょっと見てみて、はい、体のちょっと重力もかけたりとか、はい、ちょっとそういう中でテストをして、はい、それがちゃんとこう耐えれるかどうかとか、ちょっとそういうテストもしながら、はい、直していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。松尾多動地域。体の軸を見ながら体力を見ていますので、はい、両手を上げて、そう、この位置で足を閉じて、私は体を肩の方からぐーっと下に下ろしていきますから、はい、この位置をちょっと耐えてもらいたいんですけども、いいですか。わかりました。せーの、ぐーっと下ろしてみます。おお、この辺りから、あ、ちょっときついですね。右足にちょっと浮いてくる感じがしませんでした。します。こっちの反対側もいきますね。こっちの方もいきます。せーの、鉄人。鉄人右足後みたいな。あ、こっからきついぜ。崩れていきますね。きついぜって言った。きついぜって言った。きついぜ。きついです。じゃあ次はこちらの方で、はい、両手をこうしてちょっと深くきますね。はい、せーの、これ大丈夫ですね。あら、強い。強いね。後ろの方行きますね。はい。じゃあ後ろ側に手を組んでもらいますね。後ろは結構弱い方が多いですね、これ。せーの、ぐーっと来て、お、あー、あ、ちょっと、ちょっとこの辺から抜けていきますね。そうですね。もう一回行きますね。せーの、おーきついぜ。そっちに寄せてきた。ちょっとフラッとしますので、本来体のやっぱり軸がしっかりこう中心に捉わっている方は、左右でグーッと押されても、このまっすぐ軸がこう刺さったような感じで耐えれるはずなんですけど、あそこで負荷がかけられて倒れるっていうことは、やっぱりこう関節がしっかりしてなかったりとか、やっぱ関節に弱さがあったりすると、あえて歪んできやすいので、将来このままほっといてしまうと、だんだん体の姿勢が左右の高さが変わったりとか、はい、体が前後の方に曲がったりしやすいので、そこをちょっと今日はまっすぐしていきます。わかりました。はい、若いけどね、自分ね。そうですね、26になりました。じゃあちょっと股関節を回していきますよ。はい、ぐるっと回していきます。こういくと、股関節は柔らかい方ではありますね。結構スルスルっと回るんですけど、内側にちょっとずつ入ってくると、だんだんきつくなってくる感じしませんか、この辺り。ああ、そうですね。反対側いきますね。はい、あ、硬いですね。あ、こっちが動かんすね。右よりも全然いかない感じします。こっち硬いですね。じゃあこっちの方から変えていきますので、はい、どう、フラちゃん。気持ちいいです。大体股関節のこの、はい、骨頭って言って、骨の、まあ、一番こう頭の部分があるんですけども、ここが結構隙間が狭くなっていますから、ここを調整してあげると、またこの隙間が取れてくるので、
先ほどの、まあ、内側の詰まりが抜けてくるんですね。大丈夫です強さはこれぐらいは。いやもう全然大丈夫です。まああと2倍ぐらい強くても大丈夫です。いやいやその別に強くないと嫌なの。強い方かな。効率がいいやココイチの辛さやないやん。辛さ2倍ぐらいで大丈夫です、ね。いいですよ。これで回しますね。はい、回しますよ。おお。なんか全然つっかかりがないです。あ、めちゃめちゃ柔らかくなりました。おお、なんかいくらになったね。なんか安心してください。履いてますよみたいになって。あとこう前側の、まあ、大腿骨っていうんですけど、ここの骨もこの前側に結構浮いてきやすい骨なので、ここをまっすぐにこう変えていくように調整していくんですけど、はい、あと結構こう、まあ、筋肉も、まあ、四頭筋ってあるんですけど、ここら辺の筋肉っていうのがものすごい張ってきやすいですよね、ここら辺って。あ、張ります、ね、あ、そう、最近歩いてるんですけど、僕はまあ左足を中心に張りやすいですね。うん、多分突っかかりがあったのもなんかあったんでしょうね。なんかバランスが悪くなるかもしれないね。左足が中心にっていうことで。それなのかもしれないですね。そう、もう片足で歩けばどっちか。片足で。妖怪みたいな。すり足じゃない。すり足ではないですね。ちゃんと上げて歩いてます。おお、軽い。スルスルで。おお。滑らか。もう少しちょっと帰りきますよ。はい。どうした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 。ちょやばいですね。あ、そけいぶ腰が痛い。痛たい。腰痛い。腰痛い。嬉しそう。嬉しそう。嬉しそう。腰痛い。痛い。今日一の笑顔や。今日一の笑顔って言うけど、こいつ来てから1時間も経ってないよ。今日一も何もない。そう終わりがけに言うんやったらなんか分かるけどね。そう、ま、なんか来てから間もない時に今日一の笑顔やんって言われてもね、更新されまくる。更新まだ更新の余地がだいぶあるけど。松尾道中。じゃあこれでもう一度回しますね。はい。おお、だいぶスルスルとこ。おお、全然つっかからない。すげえ。すごい。右より調子いいです。今。なんか足の形が違う。あれ、こっちまっすぐなってるの、こっち曲がっとる。あ、曲がってますね。わかる。わかります。わかります。すげえ、すごいですね。うん、こっち膝が張り込む。内側になんかこう入ってますね。あ、そうですね。体がぐれーとこうなった感じで。力抜くと。はい。レッグスキャブみたいな。本当こっちの方がなんかストレートになった感じが。はい。なんでこんなことやったの。なんですかね。左こうなんかえらいなんかこうなってさ、こっち外向いてもんね。曲がりくねってだから螺旋状の、まあ、というか。お前もやお前もハリケーンポテト。ああ先輩と一緒やん。じゃあ反対の方も変えていきますので、ね、はいはい。いやでも叩かれるたびに膝がなんかどんどんいい感じに曲がっていくんですよね。その柔らかいって感じで内側に入ってくる感じしませんか。ああそうですね。鼠径部のあたりの方のなんか詰まりが抜けてくるような感じで、はいはい、まあ、お尻の方のなんかこう叩いてるように感じると思うんですけど、実際は結構この叩いてるこの振動によって中の方まで変わっていくんですね、はい、太もも周りとか股関節前のところの筋肉骨の硬さは一気にこう抜けてきますので、そこも。はい、じゃあちょっとこれで回しますよ。あとでよりおお柔らかい、スルスルとこう。おお、めっちゃ気持ちいいですね。気持ちいいですか。いやずっと受けてたね。はい、じゃあちょっとこれで回しますよ。はい。
初めの頃のここの詰まり感と今ってどうですか？いや全然ない、さっきまでここら辺になんか詰まってる感じですしたんですけど、はい、今全然それがなくなりましたね。うん、松尾田道中、せーの、おおおお、もう強い鉄人、おお、ありがとうございます。いや、いくらでもはないよ大丈夫ですか？こっちも行きますよ、せーの、同じ強さで、おすごい、すごい鉄人、ゾウが踏んでも大丈夫、そういう筆もあったねありましたね、ゾウに踏まれることがないせーの、すごい、すごい、ビクトの全部、いや、力の 50% もまだ出してない、何言ってどういうことですかどういうことどういうことこれ、いや、ちょっとさっきは全力で耐えようとしたんですけど、ちょっと2倍はいけます、なるほど、関節が硬い人とか目がちょっと変形が、まあ、足の方も先ほど見たところでね、あったと思うんですけど、まあ、ああいうのがある方が、まあ、基本的に体が、まあ、反ってしまいがちだったりとか左右に倒れやすいっていうのがあるので、そこをちょっと今日は股関節の方を描いてますので、ね、はい、股関節は多分今緩んでると思うんですけど、でも腰、あとはこの前長関節ですね、でもこの上のこの部分のところがまだ硬さがあるので、はい、そこをちょっとこれから四つん這いの体勢でやっていきますので、はい、どういうこと、あれどフラでプランク、なんでプランクしてんのおかしい、あれ、あ、そう苦しい、こんな姿を伝えるとストレッチしながら振動を与えてあげると腰がだいぶ動くね、この回で松尾田道中、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。もうね、フラちゃんもだんだんこれこれさんみたいになってきて言われるよ、いやマスクつけとったらねぽいよね、取ったらパタリロみたいなマスクつけとったらもうこれこれさん、これこれさん取ったら、取ったらパタリロ、パタリロそんなパタリロがね、まっすぐなってよかったですね、いやどんどん体良くなってますね、うん、でも散歩しよる偉いよね、ちゃんと運動して散歩のライブ配信をやるようになったらね、はい、いいですね、そうなんですよ、散歩しながら、はい、散歩しながらね、小銭も稼ごうみたいな、ちょっとそうそういうところもちょっと見えつつ基本広告オープンにしてるんで、あ、嘘、オフにしとる、たまにオンにしてます、あ、そうなんだ、基本忘れてオフにしてます、ね、いや、忘れてるよ今ね、なんか、はい、いや、自分は広告なんていらないんでみたいな感じかと思ったら違った、忘れとった忘れてるだけか、同調期見たと言っていただければ2回で2980円だそうなんで、ぜひ来てください、ここ中目黒なんですけどね、秋葉原、東京は2店舗ですかね、2店舗ですね、はい、2店舗ですね、はい、岡山に2店舗、はい、広島にも2店舗あります、ぜひお近くのところに行ってみてください。はい、お願いします。はい、お願いします。説明欄に全部貼っておきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。さよなら。さよなら。富士急の運行中に6人になりました。こちらの方で、来週は上に決まりますかね。はい。あ、すみません。なんでチェックしてるの？どうして？帰り向けた。26歳。